そろ始められそうな感じですので、の試合の方ですね、そろそろ終わりにしていただければと思います。の試合終了の方向でお願いいたします。配信の準備の方が、整いますので、の試合の方、もう そろそろ終了で、こちら終わりの方でお願いいたします。こちら、の試合の方ですね、終了の方向でお願いいたします。の試合、終わりましたら大会の方のスタート準備しますので、終了してください。大会用の台、そろそろ大会の方始まりますので、こちらの試合終了したらの試合は終わりとしてください。お願いいたします。それではそろそろ大会の方ですね、始めていきたいと思うんですが、とりあえずですね、ゼロ回戦の方からスタートになりますので、ですね、ゼロ回戦、これは透明版とゲームセット、それからこれ何なんて読むのこれ
ちょっと字が。あ、はい、猛獣インディアン使いと、あともう片方なんだこれ、嫁さんか、嫁さん恐れたい。今呼んだチームの方は筐体側に集まっておいてください。ゼロ回線からのスタートとなりますので、今、もう一回呼びますよ。透明班とゲームセット、それから嫁さんを連れたいと猛獣インディアン使い、この4チームですね。さあちょっと、時間が1時間半押しとなってしまいまして大変申し訳ございません。そろそろですねスタートできそうですので、皆様会場の方にお集まりください。各チームのですね、代表、今の透明班とゲームセット、このこちらと、あと嫁さんを連れたいと猛獣インディアン使いの代表の方はじゃんけんをお願いしますね。はい、大変お待たせしました。ごめんなさい、本当にごめんなさい。ということで、なんだ、窓際、壁際が黒のブロックです。で、手前側が赤のブロックです。で、ゼロ回線からやってきます。うん、OK。で、一応チームの紹介していきます。とりあえずゼロ回線が、シンゴ、シンゴ、パパイヤ、ツムラとオカフェ、マッキー、いい細田がゼロ回戦第1試合黒ブロックで、赤ブロックが吉尾、ピロシ、タイラとユー、オレンロン、アステカの赤ブロックのゼロ回戦が終わり次第黒ブロック1回戦第1試合がラスク、ミノール、イサジ対コモダ、ブランカ、クスモンド、サソリで、第2試合がカイ、ミスター、一撃、フースケ対川又超人やや、で第3試合が沼、鈴木、焼き鳥が鉄平、軍勢、アニケンと第1回戦第3試合で、おしゃ、A、岩見沢、DJ、アラバマが先ほどの慎吾、パパイヤ、津村、オカフェ、マキー、いい細田の勝ったほどなります。で第、1回戦の第5試合がセロファン、川、瀬尾が、バタヤン、KKY、永田、正月と、で第6試合が加藤、鈴鹿、千と TMF、ロン、草で、第7試合が川島、バイパー、機械とセロテープ、ジェネ、滝で、1回戦最終試合がふたちゃん、伊藤、真央対藤沼、ペコ、友座が黒ブロックですね。で続いて赤ブロック、友、小江戸、ヒデ対小高商店、サッシ、ヒロヤンで、第2試合、アキラ、ボム、タケアン対ポニー、紫、ベガ、オトチューンが第2試合、第3試合、シュー、長州、ナカム、フジモン、オペマイ、エホーで、第4試合、ユーベガ、野口、博士と、ヨシオ、ピロシ、タイラー、ユー、オレンロ、アステガの片方、どっちかと。で、第5試合、マルレ、グラ、エクスパーと、ハンマ、ネモ、MB で、第6試合、ユーズル、ツノッピ、トネピーと、ムテ、シキ、抜き。第7試合、オカム、ミスター、ボブ、広川と倉橋、マッツン、玉島で、1回戦最終試合、赤ブロックが中村、ゆり、宗男と創造、ベイビーナイン、赤ブラとなってます。で、2大進行でやっていくので、まあもう熱そうな組み合わせの方のチャンネルを配信して映していきます。
で両方とも録画はするので、まあ、あの来年お楽しみにということで、でユーストリームの配信なので、まあ、多分過去のグッズアーカイブ残りますのでよろしくお願いします。したらちょっと録画開始。はい、したらじゃあ、ワンピース2ピー決まってるから、黒ブロックが、秋葉さんに教えてくださいね。で、赤ブロックは、KKY さんでいいのかな、なんか持ってね。うん、赤ブロックの方。はい。先方だけ伝えてくださいね。で、席着席したら、風助さんに、のろしを上げてもらって、いよいよ。はい。昨日と同様約1時間半遅れで X マニア15だいぶ押して、あの遠いところからいらっしゃってる方もいらっしゃるので、違うね、ノートパソコンの野郎がさ急にこう立ち上がらなくなりやがってさ。はいはい、あ、さあ今じゃんけんも行われているようですが、決まったらもう座ってもらって大丈夫ですね。あ、チームですね。透明版とゲームセット、それから透明版とゲームセットもじゃんけんしても席決めたいんだけど、どっちになってるかな。はい、ゲームセット、ゲームセットがこっちか。で、透明版、つぶらくんのパパイヤさん、つぶらくんのパパイヤさん、いますね。はい、じゃあ、じゃんけんして。さあ、準備も、整ってきたようですので、どうですか、まだ。赤ブロックもまだ。黒ブロックは OK、 赤ブロックは、決まりました。マッツンさん、じゃあいいですかね。はい、それでは大変お待たせいたしました。これより X マニア15開催したいと思います。さあ、それではゼロ回戦からですね、早速参りましょう。もう決まっていると思いますので着席お願いして、いいですね。さあ、それでは始めて参りましょう。レディーファイト。まずはどっちから、今はどっちブロック出てます。赤ブロック、から、はい、じゃあ、これがインフェイロ、とりあえず実況
オカフェイ、攻撃発射オカフェイが、竜をまず1本使う中パンチされか、これは昇竜支援ハードで落として、おレック大パン、レッカー、レッカーは止まって波動拳、あここは耐えて3発入る、投げに行った、そのままオカフェ取って、まず1人オカフェさんがあれですね、今あのキングオブファイターズ他のゲーム勢の方の竜を倒しましたね。なるほどなるほど。そして座るのがパパイヤ、パパイヤホーク、ホークフェイロ、お互い、お何かトラブルがあったのか、あった、キャラ間違いですね、キャラ間違い、やってテストでやり直すよりも殺した方が早いと踏んだのか、パパイヤ S ホークですね、これむちゃくちゃになってるのかな、どっちがどっちなの、揃ってないのかも、こっち赤っぽいよ、こっちが赤じゃないですか、改めてキャラクターを、おあれまた間違い、 S キャラ、あの S キャラで、できないキャラクターは選ばないでくださいS フォークにできないらしいんだけど、あの自分のメインキャラ出せないなら使わないでくれ。普段どうしてるんでしょうね。普段は、まあ、ミスったら、まあ、X ホークでいいやみたいな感じじゃないですか。なるほど。さあ気を取り直して3回目来ました。3度目の正直ですね。3度目の正直でようやっと、はい、パパイヤホークとオカフェ、じわりじわりとレックレックときて、ここからレック、うわ台風待ってました。おっと仕込みトマホー入って、ここからさあフェイロンが一緒に下がり、ホークがじわじわと前に、ここでコンドルから、うわレック、そして劣化神拳スリヒット、まだわからない、あと1回転マスター、これはいかなかった。さあオカフェが1本選手、レックで様子見、そしてじわりじわりと、うん支援レック、さあトマホークから、シャーミ中、シャーミ強キック支援で離され、さあまた間合いがじわりじわりと、おっとスカシダイブは効かず、さあ画面端にはなったがどうなる、ここからシャーミ中パンチオカフェ、さあパパイヤが敗れ、最後はツムラホーク、今度は安心 X ホーク、さあまたこれもじわりじわりと前を測っている、おっだいぶ
ダイブヒットの、伸ばした足支援。フォア長といい感じでダイブ。そう、オパン台風の、これは痛いし、きちっと耐える耐える。おお、レックに当たり、オカフェがリーチをかける。さあ、まずはレッカゲン、これは見ていた。なすべなし、オカフェが一人で三立て。さすがの貫禄、投撃覇者オカフェが3人抜きです。さあ、画面切り替わり、タイラーステカもう10回。小野田さんとかお願いします。近くにいます。投げて、さあ、アスコンの演技でチームミノルフ、ミノルフレンズと小野田さんのとこ。さあ、周りを詰めてくるグランカー、ここで、さあ脱出、前に出る、あっと足に止められ、タイが取り返して1-1。まずではダミー先生の、あっと、ここで電気、電気を焚いて、ジャッキックで落とす。さあ、ブランカが追えば上側は逃げる。ここは逃がさない。さあ、ナイトメアでナンを、おお、ホバーヒットから投げて、ここで体力は同じぐらいに。さあ、ダブルに一発だけ、立ち上がキック、時間がない。おっと、アスツカナイス判断、これはいい判断でした。ブランカ勝利。さあ、これで終わった、終了か。猛獣インディアン使い勝利、ガイルホークブランカのチームが勝利ということで、おめでとうございます。さあ、次ですね、バーサスアッセンと純正、バーサスアッセンと純正ですね。小高チーム、小高チームとバーサスチームで、あとサソリくん、コモダジャパンのサソリくん、コモダジャパン、純正小高さすし、じゃあ、トモ小江戸ヒデバーチーム、何年をしてください。さあ、これは、どっち見れた方がいいですかね。ミノコモバーサス純正いきますか。じゃあ、バーサス純正の方を見ていきましょう。純正チーム、小高商店の X ガイルとサッシの X 竜、そしてヒロヤンの S ホーク、バーサスアッセンチームがトモ、これは X 竜ですかね、コシミチの X ベガと、ヒデのこれも X チュンリーというところだと思います。
さあ、次のチームも呼んでおきましょう、次のチームも呼んでおきます。超いいよ旦那最高チーム、なんだこれ、島次郎鳥チーム、それから、ガロボー被害者の会輪郭伝説、この4チームは、筐体側の方に集まっておいてください。お願いします。さあ始まったようです。まずは、コシミチベガと、これはサッシリュウというところでしょうか。ベガはサッシに連れて中ダブルにジャックからリュウ中足をホバヒット、これ裏に回ってジャックから投げる、中足まで入った。ここでナイトメア、しかし深く入りすぎて投げられる。まずはサッシ1本、おっと普通に投げた。サコスから昇竜、あーっとこのスリーヒット相手あっという間に持っていった。残り86秒、ヒデチュンリーですね。まずはヒデチュンリー、バックオーケン、いい感じで攻めていく、攻めていこう、ファイヤーで投げる、おっ大パンで落とす、ここまではいい動き、おっと戦列ヒット、ここで戦列がヒット、昇竜、鎖骨、ファイヤー波動と、ハシシがゲージがたまる、今度は真空サッシ投げにいった、爆裂、機構、さあたまった、ここで弱波動、さあもう一回いきたい、あーこれは果敢に前に出たが、さあ11、お互い飛び飛びでサッシ前に出る、中足刺して進入が、ゲージが溜まったな、竜大足昇竜、中間波動、中足を刺していく、それでここでは出ない、ここでは出したが距離が甘かった、真空波動昇竜拳、ここはしっかりと決めていく、サッシ竜、そして残るは友竜、バーサスアッセンチーム大将ともりゅう、対する先方はサッシの竜、まずはともりゅうが先制して、さあお互い竜をためつつの、さあ両方ともたまった、サッシが仕掛ける、あっとチクチクっと怪しげな動き、長い狙っているが、ここで出た、まずはトモリュー対する、サッシは真空使わずに、さあここでリーチがかかる、純正チームリーチ、うっこれは鎖骨からのファイヤーは盗まれた、あーっとさあ友は、おおこれはやらせない、大昇竜、さあゲージ溜まってと見せかけての投げ、川又超人やや、さしが川又超人やや3立てと、
あ、うちですね。また超人やや3人来てます。一応進行見てていただけると助かるんだけど。はい。はい。アキラボムたけやんいますね。はい。ポニー紫おとちゅんいるかな。はい、いますね。と、そっち側が旦那のどこ？どこだ？川端超人やと、押しと、ポニーと。じゃあ、旦那とやや見たいね。押したらね。どっちがいいんだ？これ、オトチューンポニー紫のところと戦う、アキラボムタケヤンというのは、帝の他のゲームの常連たちなんですよね。に対し、カイ、ミスター一撃、フースケチームと、あ、ごめんなさい、筐体の周り、これ、スクリーンの前、しゃがんでください。しゃがんでください。アリケンさんがたけってます。アリケンさんが大いにたけってます。はい、はい、しきさん、スモートさん、アニケンさんに怒られますよ。怒られますよ。アニケンさんが怒ってます。はい、ということで、紫ベガが今、あれですね、ニューストリームのチャット上で、アニケンたけると大変なことになりますって言われます。大丈夫です。アニケンさんは大丈夫です。紫対これは今、あれですね、ガードのボムですね。いい感じに、お手玉食らってからの。少々で様子見様子見からどうなる飛び込んで噛みついてそこから裏バーティー将棋から噛みつきで電気はホバー投げ受け身取れずチラシタシングで前離して体力的にはボムブランカリードの状況でどうなる作戦を相取って相取ってベガは少しずつゲージを貯めていくショーローリング近づいてからと体力がここで逆転さあどうする残り時間が30秒切った状況で噛みつきはバックジャンプ逃げられて最後クラッシャーで、ね、と目が食らってしまい紫が先鋒戦を制したのかな。ああ、これあれですね。1試合ずつ、2大進行でやってます。1試合ずつ消化してますけれども、2大進行でやってますので、もう結構、思ったよりも早く終わっちゃうと思いますよ。ということで、2人目に竹谷はサプライズキル2勢ですね。これで、ね、飛ぶところ、右中盤に落ちたんですね。様子見、のそりと近づいてみるわ。対空上りキックすごい。中大で、追っ払って、ナブニーカー、エンドプラスの体力大幅にリードしている状況で、残り時間も少ないところ。ナブニーで、逃げて、ナブニー、残り体力がないところで、ナイスメアで削って。呼び出しですね。沼鈴木焼き鳥、今
ます？3人あの呼び捨てでごめんなさいですけど、沼鈴木焼き鳥チーム呼び出されてます。で、登り切り当たって竹谷が大事に蹴られて、イカドの日近くチーム、せめて一勝はしたいと、3人合わせて一勝はしたいと大会前に言ってましたが、紫ベガ、その壁はあまりに高い。紫ブース鈴木、いや鈴木さんじゃないですね、これ外人さんからノーノー鈴木なのそれ、大丈夫か。ステージ3人目、アキラ画廊伝説スペシャル全員一の男、画廊伝説スペシャルでビリーカーンを使って全員一ですが、X ではみるみる体力を減らされて携帯が当たって、まあこれね、動画はせっかく出てくれてるんだから紫がサクッとサンタペリーチということで、アキラ、そのアキラさんとは違います、そのアキラさんとは違います。で、ダブルイルミネーション方式ではないです。 X マネは昔からあの1回一発、完全一発トーナメントです。負けたのに勝つとかないです、負けは負けないですということで一発トーナメントです。壁にね、固めてアキラの命のロウソクが今燃え尽きようとしているのか、ナイトメア食らってリガード日下不衛チームここに散るということで、はい、じゃあチャンネル変えますよとりあえず勇士は残ったということで、はい、これはあれですね、呼び出しです。6ホンダファンクラブと、魔王界無本部は試合です。今旦那と誰だ、旦那と川端くんかな、風助さんと川端くん戦ってます。いや、そうしたね、体力的にはと、ここで逆転して旦那が94年、おっと、真空ハードの鬼ソバットカーニバル1994年、今から20年前のストリートファイター2X チャンプ、初代全国チャンプ、風助、20年前のチャンプが今、頑張る。20年前の決勝戦では DJ は使っていなかった。波動、波動ね、そう、当たって、おい、このままミスった、なぜショータッチショーパンチ、まだ行くのか、めくりショーパンチ、ショーパンチ、なぜかタッチショーパンチ、マシンガンパンミスかな、20年前のチャンプが頑張るのか、正直頑張ってほしい。画面端を閉めて、昇竜食らって画面端から逃げれない、で、昇大波動、旦那の命のろうそくが今燃え尽きてしまう、死んじゃう、死にました。第1回大会で、あれですね、チャンピオンチップトーナメントでしたっけ、ゲームエスト杯チャンプ風助、ここに散るということで、勝ったのは川端くん、おめでとう。
で、今は、スーピー側はどことどこだ？これ中ムーさんか？中ムーさんと誰がやってんだ？チャンネル切り替え。あれ変わんね。あれ？あ、変わった。中ムーさんが今回ホンダです。中ムーさんブランカではなくホンダでエントリー中。に対し、ブランカは誰だ？え、ほう。赤ペンでちょっとこれ。いや、旦那お疲れ様でした。ありがとうございます。ちょっとマシンガンが変なのになりました。これはブランカホンダ、今どういう状況ですか？映像中身、あ、そうなんだ。あー、しかし映像が転がって噛みつくと、長州剣ね、これが。お、前でダイパー。リバランス、ダイヤス届かず。おーっと、昇竜。前出て、噛みついて。さあ、もう一回はやらせない。これは、ダイヤス届かして、さあ、A4 前に出るが、お、あ、ごめんなさい、ちょっと呼び出します。チームおしゃまんべ、北海道チームお願いします。これはもうヒット。さあ、ここからエホが、うわー、スネークと相打ちで、カードを見てからですね、さすが。エホが1本選手勝利と、一番使える。そして昇竜、長州がガルキン、昇竜はこれは入らず。おっと、不思議な動き。どうなる。さあ、ここは裏噛みついてダイヤ刺した。さあ、間合いは離れている。波動拳は打ちたくない。あー、しかし待っていたが、ジャンプ強キック食らってしまった。あ、今集権でしたね。あ、違う、集権でしたね。で、長州さん、次は長州で、ね、失礼。英邦と長州さん、というところで、はい、ね、あのアニケンさん、アニケンさんと今鈴木さんという3ゲームがあるので、こちらを見てみましょうね。変わった。おっと、ちょっと切り替わって、はい、アリケンさんと鈴木さんです。なるほど。おっと、アリケンが三パテ仕掛けてますね。仕掛けてる。ムーバー焼き鳥と殺したみたいですね。あー、波動拳至近距離から。そうですね、アリケン対鈴木。投げていった。あっと、ここでも投げていく。立ち役、さあ、とがないザンギ。あー、ここでも投げた。何回投げるんだ。アニケンが三立てという感じでしょうか。そうですね、はい、おめでとうございます。じゃあ、もう一回戻しましょうね。A4 対長州さん、 A4 がこれまで3立て仕掛けてますね。さあ、長州がだいぶリード。ここは昇竜でゴリゴリっと。
持っていって、ちょっとこれ短いのかな、ああ短いんだ、ああさあ A4 の次出てきたのがオペマイバルログ、昨日のあれですね、個人戦の優勝者です、ね、そうですよ、負けました決勝でそうでした、超悔しい、そうでした、さあ掴んで、これはやらせない、敗者復活はないです、オペマイは5、よー、剣がやらせない、オペマイ大暴れ、おー、バルセロナ左足を落として、さあここから左足中足刺して波動まで、あー飛んできた、背中投げ、困った時の背中投げ、さあこれで勝ったのが、あれですか、マオ無本部が勝ったんですよ、マオ界無本部が勝ちましたね、はい、これが終了チーム、ヨガ遊戯野口くんチームと猛獣アステカさんのところですね、先ほどゼロ回戦勝ったアステカチームと野口くん、ゆうべが博士チームで、これ、まあ、チャンネル変えときましょうね、はい、で、オカフェと向こう側が北海道チームのあれですね、ガイル、エイさんですね、オカフェ、先ほどサンタでしたオカフェと北海道のエイさん、あ、もうやってますね、失礼、さあ今 A ガイルですね、 A ガイルとオカフェ、さあオカフェがリードをして、画面端にも支援、ここまではやらせない、チャンチなしソニック、さあもうガイル後がない、ジャックパンで飛んできて、これが刺さると、セロファンセオ、セロファンセオパワー、セロファンセロ、さあ A ガイルが今度はリード、画面端セッショって、おーっとここでスラスト、サマーやらせない、あーと支援が、おーサマー、あーしゃがみジャッキックでとどめ、ソニック出したの、おっと前に裏剣、あーこれは痛いスリヒット、おーサマーを利用していた、ソニック、あデック投げて、こっからソニックを当てて、あーしかしソニックの出かかりに劣化拳、オカフェが取ります、さあおしゃまんべ作戦、次に出てきたのが岩見沢 DJ、おおこれは痛い、シックスヒット、さあジャックナイフからやらせない、支援やらせない、しゃがみ中キック刺していく、あれがかなり嫌だ、相打ち、あの若干も厄介、さあ DJ が今度は迷っ、チュックこかして、おおレックで逃げる、ここはジャックナイフで
素直に裏落ち、さあエアスラとジャックライフ、ここで1-1、さあこの劣化が入るとここから、おお投げた投げた、ジャックナイフ3発、あー流れるように端っこに追い込められたオカフェ、セロファン背岡は、セロファン背岡は、さあこうなると出てくるのはリュウですね、セロファン背岡は、ラウンド1ファイト、さあ波動拳をうまく避けて前に出る、ここ大足、うん大足落としていく、 DJ がこうなるとどこかでうまく、おさあ竜巻で抜けたぞ、ジャックナイフ、あーっとこれはスリット、シャーミ強から波動拳、これは踏みつける、さあ真空まで、そして波動拳、うーん大足、こうなってくると厳しい、時間もない、さあ残り時間、これはなかった、感じで逃げ切った、おっあれはジャックナイフ出したよね、しゃがみ中いい感じ、さあエアスラはこれは垂直ジャンプ避けて、読みは当たらず、お前に出られた、それでも真空が溜まっているぞ、あーっとそのまま投げられた、さあここでうまく、あーお見合いからの投げ、マッキーが取ります、そしてアラバマバイソン、道剣でリュウが押しやろうとして、それをバイソンがゲージを溜めながら近づいてくる、先制はバイソン、さあこれはだいぶシャミチューパンチ、おー竜巻、あーっとあそこで昇竜ヘッド、うんクレイジー、おーヘッドから昇竜、さあまだわからないぞ、あーっとヒットはしたが、そこから鎖骨を投げられた、しゃがみ中、中盤ダッシュグランド、タンパンチ、あータンパンチヒットして、蹴り方がかなりすごい、タンパンチ、さあ大パンでダッシュグラウンドと前打ち、こうなるとクレイジー、さあどうする、あージャンプダイパー、これは食らってしまった、そしてさあゲームセットチーム、最後はいい細田のホンダ、ソダのホンダです。さあこれお互い対照戦、まずはここは相打ち、さあダッシュブランド刺さった、うわっと
中からダッシュグランドまで刺さって、ホンダがあって間に体力わずか。永田さん、永田さん、永田正月さん、おお、大一丁からここだ、正念場、さあ、つかみ、どうする、あー、そのまま着地した、そのまま着地です。ダッシュグランド刺さった。さあ、頭突き、頭突き、ダッシュグランドとの配置が痛すぎる。ドスコイが来れば必ずダッシュグランド、おというわけではない。さあ、これで、あーっと、タンパンチいて、超痛かった。勝ったのはおしゃまんべ作戦。北関西チーム敗れる。ゲームセットがゲームセット、はい。で、投撃覇者チル、あれどっちも今試合やってないでしょうか。はい、次がどことどこなんだ。あ、ゆうべがどこはどっちが勝ったんだ。ゆうちゃん勝っただろうな、多分。はい、これはここ緑会行っちゃっていいのかな、かな、多分。緑会とジロケン外人部隊、緑会とジロケン外人部隊、永田正月チームですね、に対し、まあここですね、あのハンマーのとこと、ハンマーネモ MB チームとマルレグラエクスパーチーム。これ永田正月の可愛がり見た方がいいんじゃないですかね。わかりました。はい、とりあえず今はなんだ、1、2、3、4、何、ここハンマさん、ハンマさん、ネモさん、ハンマさん、ネモさんとグラさん、グラさん、マルレさん、ハンマさん、ネモさん、はあ、来ましたね、ポニムラさん来ましたんで対応お願いします。はい、じゃあワンピースピーサクッと決めて、先方もサクッと決めてお願いします。A 筐体というか黒筐体、緑会と、ジロケン外事部隊と、ゆうべがんとこは博士がアステカユー俺のサンタでと、これさ上ここまでやってほしいんだよね。そうそうそう、さあ始まったようですね、はい、緑会とジロケン外人部隊、これはいきなりガイルガイル、カワガイルとユーガイルですね。カワガエルとバタヤン、あ、バタヤンだ、バタヤン、バタヤン、今仕掛けてる方がバタヤン、そうですね、バタヤンさんといえばですね、ベストのダッシュ大会の時は中指なんか写真が懐かしいですね。そんなのあったんだ、懐かしいですね。おお、サマー裏剣、裏剣で裏剣で落とします。まずバタヤン、バタヤンもあれですよね、まあ、伝説のプレイヤーですね、レジェンド勢。お、バタヤン落としてそのまま投げて、ガイル対ガイル、おお、あれが、あー、刺さった、打ち合い、あ、スイープはガードで、またソニックで打ち合い、前に出た、川が
されている。ああバタヤン勝利。さあこうなると出てくるのはチュンリーでしょうか。そうですね、セオチュンリー。バタヤン柔道する。オーチュンリー、セオチュンリーが、あーこれはサマーに引っかかった。ジャグジャグチュート。スニック、おアユチ。さあスニックで後ろに下がってバタヤン。よっこれは、さあ先月は溜まっているが、ここに打った。バタヤンは落ち着いてガード。どっちが動くのか。さあ動いたのはセオチュンリー。残り時間がないところでそのまま後剣に当たり、セオチュンリーがまず1本。バタヤンなんとかここで前に出たが、お互いが飛び道具打ち合いからの、さあどっちが先に動くか。セオスピニングと、あー戦列踏みつけタッチ、そして逆に投げる。逆に声裏返ってますけど、あはいすいません。ということで今は今セオ君のチュンリーの魔を持してミスターストツ永田正月。カーライルバンディッツって書いてますよ。誰だよカーライルバンディッツ。エリア88を読んでください。はぁ完全にさぁ直進じゃねえだろ。かなり違うでしょ。世界の永田とセオチュンリー。セオ君はもともと龍だったんですけど、あのお兄さんと北さんがチュンリーで。なるほど。北さんが忙しいみたいな感じですね。そういうのが意思を継いだ。ああ意思継いだんだ。死んでねえけど。なんでいい話になってるんですか。おお全然こっちにこっち来んなよって。今だって戦列持ってるチュンリー。おお投げた。死んだのか。これはおおぴょんぴょんしてるのはチュンリーだ。戦列持ってるチュンリー立ちオパンジで止めるかねみたいな感じね。さあいい感じで1本取りましたよ。なかなかいい勝ち方。おー投げた投げた。さあたまらず100巻前出てエスピニング落として、おっと転生死んじゃうのか。これ永田正月死ぬと次 KKY はチュンリー戦がダメですよ。死んじゃう永田正月の命のろうそくがまだわからん。ああっと死んだ。ここでカーライルバンディッツ敗れる。もうこれ KKY KKY イコールが巻き起こる。 KKY 大人気ですね。おゆっくりとジャンプしながら投げる投げる。 KKY が画面端に追い詰めた形で、このチュンリー倒せば残りザンギですからね。そうですね。あじゃあガイル、これあれあそうだね。そうですよ。しょっぱなガイル同期は殺せますからね。 KKY は頑張れるのか。それとも KKY はやっぱり KKY なのか。高いインフェルノ、ここからだ。ワンピーナーなら出るぞこの野郎と。さあブラスト、あ中京都牽制技でそのまま持っていく KKY。次が、おお痛いの2つ食らった。あー噛み合わない。さあ、はい、画面端
追い込んで、はい、次の試合超無敵のジミー中まで超無敵のジミー KKY が抑え込んでいると PTP 須田 P 譲るトリピー相打ちはこれは出るかおっと KKY 踏ん張ったKKY 頑張っているワンピー側でしかインフェルノ出ない KKY 頑張った余白で最後余白でとどめ 2P 側の時は KKY 手元見ながらやるってましたからね本当コンパネ見ながら出す画面見ないで出すらしいですさあセロファン残機セロファン残機これはきついぞなんともさあ残機はなかなか前に出れないおっ相打ちまではこれあれだねあファイヤー踏みつけた さっきまでアリケンさんがないですよね永田正月が死ぬっていう感じなのですごいあの KKY はいい感じに応援してたんですけど今応援全くしなくなりましたからなんだよみたいなさあいいぞ永田正月は勘弁なということでもう一回欲しい相打ち頑張って欲しいセロハンダルシム的には OK ヨガファイヤーセロファンじゃなくてポニーファンとかグーファンとかだったらよかったんじゃないかなぜかセロテープのファンになってしまった残機使いあー残念残念それは残念そう KKY 勝ったセロファン KKY そのまま抑え込んで指示する相手を間違えた勝ったのはジロケン外人部隊はい、シキガエルじゃないバイソンだけどシキガエルさん出番ですよ無敵さんと大抜きさんがお呼び中です迷子のお知らせですみたいな埼玉県よりお越しのシキガエルさん大会カウンター前にて無敵さんと大抜きさんがお待ちです迷子のお知らせです埼玉県よりお越しのシキさんさあ次の戦いが、ベトナムありがとう鶴巻ベトナムとありがとう鶴巻、加藤鈴鹿秋葉原ヘイチームと、はい、あの今は亡くなってしまったあの栃木宇都宮鶴巻なるほどおの勝負です秋葉原か鶴巻かですねあれ四季さんあれ、ま、あ迷子来た角これこっちいいでしょうかそっち見ますかユーズルツナッピトネピーブチーム VS 無手式抜き、まあ、大抜きさんの仕上がりをちょっと見たいかなと思うのでこれ どっちがどっちだチャンネル始まり次第変えれますあ、リュウリュウってことはこっちじゃないの、はい、チャンネル変えますよ、はい、いや、あ、まだ今待っとくはい、しまし、座りましたね ワンピー側に超無敵不死身、先方大抜きツーピー側がトルピーのダルシムですねオーネチチュンリーとタネックに対しおおジャンプチューパーヨガブラストかなヨガファイヤーあーっとこれを食らった踏みつけさあまずはオーネチチュンリーが1本どう飛んできた？あ、これはバカにならなかった。死ぬか？ピヨッター。少々から100で正体力がそこで1ドット。あー、踏みつけ。最後は踏みつけ。
そして大貫さんといえば、まあ、残っているのがゆずるガエル、あ、ゆずる DJ とスノッピーガエルですが、ここは俺はゆずる DJ の方が良かったんじゃないかなと思うんだけど、大貫さんは DJ 戦が苦手という話がありますが、なるほど、あえてスノッピーさん全部出してきた。終わりそのガエルに託したということでしょう。あとトリック隠れすぎクラウン、あー踏みつけてここからの今でも逆にそのまま普通にさまず一本抜きスノが押しながら、飛んできた。ここは様、これはスリフト。わかんない。わかんないよな。あれはわかんない。さあこのワンチャンあるから結構いいですね。もう様来たぞ。スノッピーがいい感じ。おー、そばっと。さあ、ここで出てきた。おー、相打ち全然 OK。 やれ。おー、サマーで切った。テンションで切った。なんだこの人たち。さあ、スノッピーまだいける。おー、スノッピーがここで逃げそば。逃げそば一丁。地方に四季、四季バイソン。スノッピーさんはあれですからね、やっぱもう来たよ。コサン、ストップレイヤー、コサン勢からほんとファン多いですからね。渋い、いい、いぶしぎ。さあ、四季ソン様、かわして。ソン来た、いい感じだ。おー、タンパンチャー。あー、無理やり前に出たところをクレイジー。おー、ダッシュグランド刺さって、そのままゴチゴチときた。あー、ダッシュグランド、タンパンチ、ダッシュグランド。おー、バンストレートからソニック。これはしかしその後が痛い。さあ、ツノッピが沈み、ユーズル DJ。 最後、ユーズル DJ 完敗スタート。ダッシュグラウンドから、さあ DJ もエアスラで応戦だが、ゲージは溜まっている。バイソン、おお、押している押している。エアスラでじわじわと、ここで何か出るか。ダッシュグラウンド、ダッシュグラウンド、タンパンチ、そして射撃強からの、おお、さあ焦がしたぞ。あー、ここは待ってましたと。クレイジーが入っている。刺さったね。さあリーチがかかる。相打ち、あー、これ痛い。おお、やらせない。おお、どんどんいく。確かにむちゃくちゃ来やがる。あー、ここは分かって相手が食らう。さあ、よく耐えたぞ、ユズ DJ。 しかし、逆側、あー、これはそのままゴチった。ずるいな。さあ、勝ったのは、超無敵不死身。
さて、こっち呼んじゃっていいのかな。ああ、チーム欧米かオカムミスターボブ広川さんとタマちゃん、タマちゃん、タマちゃんどこにいる？タマちゃんクラピョン、俺。いた。さあこのままじゃあ、第二筐体の方を見ていった方が面白そうですかね。そうですね。お、来ましたね。これコード短いんでゲストの田村さんをお迎えしております。どうもこんにちは。あ、結構大きい声出さないと入んないっぽいです。入ってます、入ってます。お願いします。松がいる、いない時だけ大きい声で喋らないと通らないらしいです。そっちはーい、いいんじゃないですか、ね、どうでも。あれ田村さんのとこ勝ったんでしたっけ。はあ、おめでとうございます。ちょっとボリュームやっぱちっちゃいよね。でもこれちっちゃいらしいんですよ。いいっすか、いいっすか、すいませんね。あ、始まったようですね。じゃあ見ていきましょう。クライムタマチームと欧米化チーム、凶悪だからね。てかなんでこの3人組んだんですか。どういう経緯かすげえ知りたいっすね。これいろいろあったんだ。あー、さあ、はい、まずはこれは、倉橋龍と、ミスターボムの剣ということでしょうかね。 S 剣、そういう理由なんだ。なるほどなるほど。真空は溜まっている。昇竜拳を落として、ここはファイヤー波動。中足刺して波動拳。まずはミスターボブ真空してる。お、ジャンプが入って、倉橋はここから反撃ファイヤー波動。あー、昇竜拳待っていた。さすがのS剣、動きもいいぞ。ジャンプしてきた。これはお互いが警戒していた。さあ足が届かない。波動拳落として、さあS剣今度は反撃。倉橋のジャンプが当たる。ジャンプキック、ジャンプコールを溶かして、さあ踏みつけて、ここはまだまだある。あー、波動拳はしかし中足に阻まれた。チーム2人目、こちらが広川流龍流対決。まあ可能性としては 50% はまずありますからね。竜巻でいい感じよける。お、波動が入る。倉橋が追い詰めた。広川ファイヤー。お、鎖骨、これはガード。周りの神経が溜まる状況で、ここはアッパーで落としていく。うん、そうです。ダイヤ刺した。お、ここにファイヤー波動。ジャンプに行ったぞ。シャーム強から。お、しゃがみアッパー。昇竜拳で回避。
手を出してジャンプして、おこれはさあゲージお互い溜まった状況で前にジャンプは通らない。おここで密着から進行、昇竜拳、あらこれは起きない。おお落とした、ジャンプライターも落としたよ。ファイヤーハードを受けて画面端アッパーファイヤーハード、さあ倉橋がここで前ジャンプ、トスからのダイヤシャード、勝利に抜けた、うん、前のジャンプ、この前ジャンプ、あしかし真空は打てず。さあそして出てくるのはホンダ、あるあるある倉橋ホンダはあるね、確かに確かどっかで見ましたよ。使える超使い、今アニケンとシンクロ率 100% でしたね。なんで使えるがハモるかね、このゲーセンおかしい。さあファイヤーハード、そんなこと言ってる間に体力8割、さあ倉橋がパーフェクト、ここでリーチがかかる、竜巻前に出てくる、あさあここで前にジャンプ中キックでいった、どうする、おこかしてきた、ワンチャン、あこれは痛い。さあ真空波動波動、あ昇竜拳とたまらず飛んだところに食らい、勝ったのはクライム玉、倉橋が3立てということでおめでとうございます。さあ次がクーネラソフト、レッドデビルズ、クーネラソフトレッドデビルズ、中村ゆり宗男と創造、ベビーナイン、赤村と、あこっち側どうなりました、ベトナムとありがとう鶴巻はどっち勝ってんだろう、これ鶴巻勝った。そしてワンピー側はこれ機械ガエルとジェネティ、うん、老人会と俺たち、ジェネティ対機械ガエルですね、はいそうです、ジェネティは気候拳を打たない、あこれよくガードしたがスピニングで逃げる、ジェネティはここでダイヤ差し込んだが、さあ前に出させない、機械がうまくさばいている、おっあー背中にまではいったがジェネティがやられた。さあそして昨日ちょっと会場が沸いたセロテープさん来ましたよ、あ違った違う、セロテープの皮をかぶった滝場さんだった。おお機械コンボショー、おー機
回コンボしないショーでした。さあ気を取り直してここでセロテープがザンギエフを選ぶ作業が始まります。さすが老人ともなるとやっぱキャラ選ぶのもちょっと一苦労みたいな。さあこのセロテープが昨日会場を沸き立たせたことは皆様の記憶にも新しいことでしょう。来るぞセロテープ、これは来るぞ。あー張り付きたい張り付きたい。セロテープ、さあダイヤシ、ここでまず1回転、セロテープ、これは痛い。前に出たいが機械がここは中足を刺してきた。前ジャンプは通らない。さあここでセロテープなんとか取りに行きたいんだが機械が全然寄せ付けてくれない。画面端に、そういいぞ、方向もいいぞ、掴んでこれはいける。あーリバーサル様、あー最後はアッパーということで老人会お疲れ様でした。勝ったのは俺たち。さあそしてベストパートナーズと悪いやつとその友達、もう片方はこちらですね、クーネラ遊ぶとレッドデビルズ、今やってるのは赤ブラと、サガットの無料ですね。なるほど、キャミー、1人倒れてる、そして2人目の胸を下がったということですね。先方の赤村対次方の胸をですね、中村キャミーが死んでしまいました。相打ちだが機体がパカッと、これはバーチカル大パン、アッパーカットだ。うん、スネークだ、スネーク入って、おお、バグステからのリバラン、おお、チューチューと。そしてフェイロン、ユリフェイロン、おお、ジャックから噛みついての、おお、勝ちと。今日赤ブラが3立てリーチ、噛みついた、ここから、あーしゃがみ中、ユリッチ、おー大パン、よし待って立ち黒、ユリック、おーシエン、しかしブランカ、ここはしゃがみ、1-1、さあこれでリーチがかかる、
ついた。さあ噛みついたぞ。ここから投げた。あードリブ。あっとこれ分かんない。連携からの、あーあれは打つよ。さあ勝ったのはレッドデビルズ、はい、レッドデビルズで、さらにですね、もう片方の方で、はい、伊藤選手が、伊藤選手が藤沼中継いた選手ですね。伊藤対藤沼。伊藤前に出て投げる。ジャックジャックから投げて、今度はチューチューチューでこかして、いやね、これね、今伊藤君とね、こう藤沼の大会の最中で、ね、さあゲージ溜まった。次の話というのは申し訳ないんだけどね、次の試合ここで使ってきた前段ヒット。次の試合が黒ブロックがコモダックスモンドサソリ対川又超人ヤヤで、赤がポニー紫音中対小高差し広や、どっちを映すべきなんだ。あテンションこれ相打ち、チュンリーがなんとかここでもう一回行きたい。スラが入った。うん、そのまま投げに来たぞ。伊藤 DJ が取って藤沼チュンリー敗れ、さあペコ S 剣。S 剣強いです、少ないね、まあ、S 剣は本当で、ね、強いからさ、アドロケンド、おおロケティア、あーこれは言われていた。お裏に回る。使える。サバットカーニバルで画面端チーム純正、純正と輪掛けじゃんけんしといてね。あとコモダージャパンと島次郎とトリッピーもじゃんけんしといてください、ね、体力ない。ペコがここからワンチャン、どこで取る。伊藤が守りきるか、うん、ここだった。しかし待っていました。そして友座のベガ、どうくらいないから投げられて、ショパン投げて、ショパンこう上りしまって、ここに打ちて、超中ダブルにピヨットキをな、おっとピヨ出した、終わり、投げた、結果オーライ。いやー小中安と思ったら投げたんだけど、おお低いところのヘッドプレス、あー伊藤がお吸い付いた、最後に引いて、あーこれは投げる、あーピヨッタポイント、ここは投げる。さあ1-1、これでリーチがかかる。伊藤 DJ がおージャックで落として、これは
投げた、いけるのか、普通に投げた、あーっと、てうおっタッチュー、さあとわずか、ここで待っていました。アニケンがはい、したら、黒の方が、サソリークスモンドコモダブランカ対川又超人ややですね。黒で赤が、いや決まってんの、黒で黒がコモダジャパンと川又で、赤が小高、サシシ、ヒロヤン、ポニー、紫ベガ、オトチュン。これは赤ですね、ポニー、オトチュンっていう、あの子さんに対し小高、サシヒロヤン、若手がどう挑むのかを見ましょうね。はい、ということで、はい、いや、どっちも見たいですよね、これね。まあそうですね、両方見れるのは現地に入れる人、もしくは来年の DVD まで待ってください。はい、ということでじゃんけんでワンピーツービー決まったらサクッと1人目決めてサクッとスタートしよう。次のチーム呼んどきます。あ、次のチーム呼んどきますか。チョコ FC とチョコ FC、 おしゃまんべ作戦、アニケンチームと北海道チーム、おしゃまんべとアニケンチームで、モーカタッポが魔王界無本部、オペマイチームと野口ゆうべが博士チーム。いや、これもどっち映していいやろ、ね。あれ、キャラ間違えました。なんか今日キャラ間違い多いっすね。緊張してるんですかね、やっぱり。とりあえずあれですね、今画面映ってるのが紫、2P 側にポニー、紫、落とし円で先方紫で、手前に小高、ヒロヤン、サシで、先方サシシみたいですね。紫ベガ、しかし、お、あーでもこれあれですね、残機スペースでいて、しかもサッシーは若干ベガ戦が増えてなんですよね。なるほど、もうスペースが入るばっかり、若干紫ベガに分があるんじゃないかなと思いますよ。実際体力今紫ベガが取ってますよ。しっかり落として、ここで中学生の、あ、シンク、と昇竜と、投げた、タッチショーで落とす、紫ベガは、あー待っていたが、シュートショーで、おー中足ダブに、ホバーダブルにから、昇竜にはこれは見送った。さあ、1-1です。相打ち、さあ、ベガが、これは画面端、ファイヤーハードかかされる、踏みつける、真空からそのまま投げたと。まずは紫ベガ、次がポニーみたいな、ポニー来ますかね。バズズ、アトラス、ベリアルって書いてある、ドラクエ2ですよ。ドラクエですね、完全に。今バズズが破れて、次がアトラスですね。次、あ、アトラス出てきましたね。さあ、ポニーザンギ、ファイヤー、
89、おダブラリヒット、竜巻は見送り、おっ投げた、タッチ強キック、ファイヤー波動、真空波動、そして中圧ファイヤー波動、さらには投げ、さあまたもやファイヤー波動、中圧ファイヤー波動、ファイヤー波動、さあここでスクリュー、何も出ない、あー足を切った、そして最後オダチュン、早くも3人目、それを投げる、やはり一つに必要なのは若さなのか、若さが、スーパーファイヤー波動、鎖骨投げてきました、オトチュン死んだ、サッシが三立て、サッシが一気に持ってって、まさかの三立て。で今ややのホンダが、間違った、ややのガイルが、あっちも終わったのか、最後クスモンドさんのホンダにややのガイルが死んだみたいですね。マジっすか、クスモンド三立て、クサさん三立て、龍拳ガイルをクスモンドホンダが三立て、めちゃめちゃ仕上がってますね。いや何やってんですかね、マジレスしちゃうけど。じゃあさよなら島次郎、はい、さよなら輪掛け、はい、勝ってんのかそれだけ、これ一番下か、俺たちと当たるのがそうだな、これとこれ、はいはい、ということで、あ、じゃあ次チョコ FC と、なんだっけ、コモナジャパンとクスルボンドさんが三立てということですね。そして、マオ無本部と、ヨガ遊戯、おヨガ遊戯行きますか、ヨガ遊戯行きましょうか。そうですね、アニケンの方も見たいですが、アニケンさっきもね、アニケン見てないんですよ、アニケンちょっと見ましたからね、うん、したらこっちかな、はい、とりあえず夕べが野口博士チームは毎度オーダー決めるのが遅いのでサクッと決めてくださいね。さあ、次読んどきますよ、次はジロ圏外人部隊とありがとう鶴巻、そしてよろしい、あ違う、暴走エクスプレスと、超無敵不死身なんでよろしくお願いしますね。あ、モニター切り替わってないかも、いやじゃなくて違う、こっちの方、あこっち見る、ごめんなさい、おとちゅうさん、おとちゅうさん、ゆうべがさん、もう試合なんで、じゃ、邪魔しないでください。サクッとオーダー。魔王界無本部、どこにいんの？魔王界無本部、オペマイさん、オペマイさんたちどこにいんのかな？はい、オペマイさんたちはどこにいんのかな？いるか？じゃんけんして決めといてくださいね。暇なんで、暇なんで、これ DJ 対ガイルは誰だ、鉄平ガイルと嫌味沢 DJ かな、鉄平が一本取ってるんですね、先方同士、そうですね、北海道対大阪、
シュワシネ浜まで鉄平ガエルが勝ちと。A ガエル、ガエルガエルだ、はい、ガエルガエル見ましたね、また闇沢対これは鉄平ですね、鉄平ガエル、鉄平ガエルと A ガエル、今鉄平と A ガエルですね、はい、A ガエルが、若干やられてるのか、さあ中中で払われて、こうなると厳しい、スタブが当たって、あー中キック、レーガイルが若干押されている展開、いや、鉄平2ピーですよ、鉄平は2ピー、そうですよね、1ピーじゃないですよ、いや今なんかあのチャット上で嘘を教えてるのがいたんです、ワンピーノーワンピーイエスツーピー、これで通じるだろう。いいね、これそばっとそばっと、あー最後足の出し合いで、これ始めないのここ、利根川さん、煽ってください。遅いです、毎度毎度。いや、俺煽ると、また周りから叩かれるから、俺、何も言いたくないんだよ。煽られて当然のことをしてるくせに、煽ると怒るんだよ。アラバマ・バイソン。中道する短パンチ、これ当たらずダッシュグランド来たぞ、画面端、ここでたまらずクレイジー、あーダブル様、ガイルがソニックを打って前に出る短パンチ、これは逃げそばっと、短パンチ、秋葉さん、おーダッシュグランド、このあー鉄平が鉄壁三立て、チョコ FC、 利根川、利根川、チョコ FC の勝利、ちょっと試合終わっちゃってますよ、もう片方、どういうことっすか、さあ片方は試合が終わってしまっている、魔王界無本部があれどっちですか、じゃあ同時に始まる予定がさ、片方終わって片方まだ始まってもないとおかしくね、おかしいおかしい、さすがにおかしい、ちょっと制限時間は決めた方がいいっすよねこれね、さあ試合の方が、始まっているんですが、お前どうせ優しいじゃん、でもあいつらおっさんでさ、あいつらわがまま言っても数字と勘違いしてんじゃないですか、バカだから、もうできないならやんないでいいから、もう片方は、今やっているの違う、集まっているのがジロケン外人部探偵、ありがとうつまき、もう片方
魔王界無本部とヨガ遊戯の方は始まってますね。鶴巻とジロケン外人部隊の方も始めちゃってて大丈夫です。さあこれは野口ですかね、野口バルログ。おバルログ、バルログが応援されるという不思議な展開。野口コール。さあ対するは A4。 野口 A4 です。 A4 ブランカー、野口バルログ。おーテラー、ローリングスタフラッシュから中足させて、これはそのまま投げた。さあ野口がまず1本取ってコロッコロッと、おー噛みついたぞ。あーこれ減る、ちょっと減る。リバラン、オーテラクリスタル中。おお噛みついた、噛みつきダメージがすごい。さあ1-1。さあ A4 前に野口は我慢。おお相打ち、相打ち、リバラント。さあここで A4 間合いはいい、噛みついて、あそのまま追っていく。バルログ負けてブーイング出るの初めて聞いたわ。すごいことになっている。A4 勝って出てきたのが博士。博士がいい感じで落としていく。さあドリル、タッチキューパン、ヤキョーパン、タッチキョーキック、タッチキョーキック、近づけない A4。 あー、タッチ強。さあ、一部異様な盛り上がり。さあ、博士が後ろにタッチキック、ブランカ近づくのに必死。タッチ弱、リバラン、これは刺さらず。タッチ弱キック、タッチアキック、おお A4 がすごいところからいった、投げた。あーローリングが待っていた。1-1。 A4 前に出る、博士が下がって、ここは石棺、石棺からのヨガファイヤー相打ち、バックジャンプ、博士冷静にここはさばいていくが、タチアキック、タチアキック得点、 A4 チャンス。さあどうする、前出たぞ、博士が冷静すぎる。あータチ中キック。さあ A4 破れ、出てきたのは博士の応援だ、冒険さんが。おオペマイ、オペマイが、おお立ち強、ドリスからチョップ、これはキック、ここガード。さ
長パン潰してブラストはクリスタル。いやこういうゲームです、これはこういうゲームです。おっジャクラ投げ、あれは DST、 そのまま投げる博士がパーフェクト11。さあここでリーチがかかっている。ローリンクリスタルから削っていった、あーテラー、おーヨガテレポート、このスリーヒットは痛い、死のヨガテレポート。そしてゆうべが お互い3人目か、もう投げた、ゆうべがまた投げて、こっからまた投げた、これは待っていた素晴らしい立ち回り、完全に裏をついた。オペ前が、あー行ったところ投げる、また投げる、また投げた、あーピヨッター、あーっと続きと、これがどう出る、おー前に出た、それ背中投げ、おーしゃがみ中、勝ったのはヨガ遊戯ということで、おめでとうございます。さあすごい一人で拍手しまくってる、ヨガ遊戯勝利おめでとうございます。さあ鶴巻とエトランゼの方はどうでしょうか、もう終わってんのかな、まだやってる、あどうやら草くんと永田正月ですね。さあ正月が1本取っている、草チュンリーが中足機構までは OK、 戦列ここで戦列、前を離したか、あーしかし掴まれて、ここはジャッパンハリテ、ジャッパンハリテかよ、お勝ったようです、ジロケン外人部隊勝ちました、ありがとう鶴巻、ここで敗れます。そして、どうでしょう今1台ずれかな、ベストパートナーズと俺たち、ベストパートナーズと俺たち、そして、暴走エクスプレスと、超無敵不死身、超無敵不死身の方はもう始まってますね、A 兄弟黒兄弟の方、ベストパートナーズと俺たちお願いします。無敵ガエルが出てますね、無敵ガエルとこれはハンマー剣ですね、無敵ガエルが出ています。トリックで波動剣を打ち合って、裏剣中足届かず、ここは落ち着く、前に出たソバットダブルサマー、これを飛んでロケットやから怪しさしたが、これ当たらず、ジャンプ強キック、ユニットブームスイープでこかせる、相打ち、波動拳食らって
もう一回食らう。前に出る。しかし中足が待っている。さあ、そばと、ここでもう一回中足。着地の中足どうにもならない。勝ったのは、ムテガエルなので、暴走エクスプレスは2人目。ネモブランカ、おー、ソニックサマーだよ。ソニックサマーの敵言わらん。よー、言わらんでゴールにソニック相打ちの、なかなか近づけない。ローリングだけ2回3回ローリング、ローリング当たらず。さあ、ここで前に出る。あと前に出た。しかしドバッと出たいく。前に出て、さあ、ここでギバラン、ギバランジャンプ、スネークパンチと。さあ、ブランコが取ったぞ。噛みつきいった。これはやらせない。タマプラザ、おー、ドラゴンスープレックス。もう一丁ごっちんと来て、あー、投げさせない。ここで終わるわけにいかないが、スイープでこける。あー、ソニックサマーだよー。無敵ソニックサマー2回。そして3人目、ボートエクスプレス MB バイソン、ヘビースタブ。あー、ソニック、今村できないパンチ、違う、カメラできる、できないパンチでした。ホリホリ。さあ、これをスイープでこかすか。無敵もだいぶ仕上がっている。ダンパンチ、ダッシュグランドにソニック絡みの2ヒット。中間ソニック、ソニック打って前に出る。攻め軍人がそのまま前に出て投げた。バイソンがどうにも前に出れない。どうやったらこのガイルに攻めきれる。ツフト、おお、ここはワンチャンあるぜ。おお、ダッシュグランド、無敵気違いムーブ。おお、ニョキニョキ。おお、こっち来て。さあ、ようやくバイソンが本領発揮。ダブル様、これはおー、ツーヒット。一矢報いた、一矢報いた。MB バイソンが無敵ガイドを倒して、出てくるのは、おー、おー、抜き出ます。抜き準備、百列百列。わーっ、テンション、ダッシュグランド、テンション。うお、裏回り、これは流れるように。おお、逆に行くか、行くか、あるか。これはダンパンチ、ホリホリ。おお、踏みつけかよ、あれ。テンション、うん、よきっといったが、ここはダメ。そのまま投げます。
さあリーチがかかる。大抜けが前に出るが短パンチ、おお、にょきった裏回り、はい、背中投げ、チャンスを、あーっと牽制出したところに戦列、これがヒットして敗れます。 MB 勝ったのは超無敵藤見、暴走エクスプレスが敗れました。さあ、もう片方は、はい、クライム玉チームレッドデビルズ、はい、クライム玉とレッドデビルズ、ベストパートナーズと俺たちはそろそろ終わりですか。さあダルシムとこれどれで、ちょっと切り替えがわからない。映像の切り替えってできます？あ、でも終わった、終わったかも、終わったかも、終わりましたね。勝ったのはどっちかな。ベストパートナーズ、うん、ベストパートナーズ勝利おめでとうございます。俺たちチームが敗れたと、残念。さあここで、最後ちょっと1試合残ってるんですが、これ読んどきましょうね。コモダジャパンと、チョコ FC が黒筐体で、もうこれは始めてもらっちゃった方がいいかな、時間的にも。始めといてください。コモダジャパンとチョコ FC、 コモダジャパンとチョコ FC、クライムタマとレッドデビルズ、これはどっちもなかなか面白いが、どっちを見るかだな。さっきからアニケンの試合を見ていない気がするので、そうですね、画面このままこのままでいいと思います。まあ、気づいたら3立てしましたね。そうですね、はい、ああ、はい、決まったらじゃあ始めてください。コモダジャパンとチョコ FC の方を見ていきます。さあチョコ FC、 ワンピー側ですね、ザンゲーフ、そして 2P 側コモダジャパン、これサソリの竜ですね。ルンデ対サソリはライブオンタイムかかってる。なるほど、軍勢さんの時軍勢さんかかってます。おお、軍勢のまずダブラリー、昇竜これはやらせない、バニシング、バニシング、ダブラリー抜けられない、バニシング、あーここでかなり、さあダブラリーまたヒット、ローが入って軍勢が1本、あーなるほど。さあ軍勢スター、これはサソリが倒せるか。おお、ダブラリーヒット、ここでナイス竜巻、グンゼが前に出ていく、うおお、立ち中、グンゼ立ち中、サソリが、サソリ前に出た、投げた、さあここでもう一回真空から、ここだ正念場、これはどうだ、
おーっと残った残ったよ。いやでもまあ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 でしょう。これはお仕込み失敗しましたよ。失敗したのでちょっと流れが悪いですね。さあそれが相打ち、軍勢前に出てダブラリ手当てて昇竜、おーファイアハード、あー今時のしゃがみ中からの真空波動、はい、そうですね、これはもう今時と言っていいでしょう。そうですね、これで太刀中サソリが敗れる。さあもう一方の台は創造フェロンが倉橋龍に勝ったみたいですね。創造フェロンすごい強いと思うんですけど、はい、それで玉島バイソン相手に見立てやばい、想像やばい、想像フェローの見立て、そして当然質問が来ない。さあそしてですね、さっきグンデさんは、はい、本田戦に秘策あるとある、今あるんですか。本田戦に秘策あると言ってましたけど、ここに来て1回だけ押します。なるほど、おーやらせない、フォアスーパーツキダイヤスタした。前に出るクスモントが張り手張り手張り手と、まあしかしこれはまあ想定の範囲内ですね。クスモントの切り返しが、軍勢出る、あーしかし鉄壁だ、おーこれはあるぞ、おーこれだ、軍勢まさかの相手、もう一回、あーここはスーパー頭突き、そして鉄底ガイル、おお創造三立て、創造、お優勝候補クライム弾消えましたか、ここで消えた、これバッテンつけておいてもらっていいですか。さあすいません、クスモンドとテッペの方がさあじわりじわりだ、前に出た投票払ったが、ここはサマー、さあクスモンドスーパーズ付きで前に出てジャガシペシッと倒した、張り手これは痛い、ガイルが画面端に追い詰められている状況からよく持ちこたえている、ここまではよし、クスモンド、うーんあと少し、さああとちょっとの壁が、これで張り手でいった、1-1、お互い中堅、やばい今のはデンジャラススルーだ、おおサマーで切った、クスモンド前に出た、スーパーズ突き、これは冷静に見ているテッペ、てっぺ返り中足置いた、ここださあ潰した、ワンチャンある、あーまだ、あー
平が取った。クスモンド倒して、さあコモダジャパン、残っているのはコモダブランカ。マッツンさんお疲れ様です。これはそれどっちかっていうの、これそうですね、ベストターンです。コモダジャパンは大将コモダブランカ。おジャンプ潰して前に出る、ここでスイープとリバラン、リバラン、リバランで、おおスタブ、てっぺもしのいでいるが、ここでわーキャンセルステップからの噛みつき。お、リバラン、さあ、おお投げた、柔道する、あー燃えたいと、これは両方食らってちょっと痛い。マイバーンストレートで落とした、ヘビースタブ、おお、バーチカルサマー、あーここは対空相打ち OK だった。あー菰田先生、うおっ茨に強気刺さる、台足が入ってそこから噛みつき、スタブスタブスタブで追い払いつつの相打ち対空。ここはスタブ、もう一回スタブ、あーサマー暗い、サマー、おーっとよく耐えている、お互い我慢大会。前に出て相打ちは、相打ちはガイルがやられた。さあ大将戦、お互い大将、コモダジャパン大将コモダブランカ、そしてチョコエシアニケンケン、うわ投げた、ピョった、これは痛い、波動拳波動拳、さっくり決めて残り87、大会新記録。さあ今度はコモダ89、大会新、大会新が大会新を上回る、これは熱い、お前ら何やってんだ。さあ兄貴前出て、ここはやらせない、リバラント相打ち、昇竜コモダスリヒット、最後はコモダ、最後はコモダの精神力。これは熱すぎる戦いだった。はい、したら、今の試合以降がもうベスト8、8チームしか残ってないので一大進行で全試合見れますので、次が二郎県外人部隊永田小学チームと俺たち機械チームですね。あれ関西時間大丈夫、いやでもまだ5時半だよ、さすがに大丈夫。はい、したら、なんだっけ今言った、ジロケンチームと俺たちバイパー機械、誰だっけ、あれなくね、あここにあった、これだ、バイパー機械カーシム、あれここって死んだ、あ終わってる、ここ経験、あ、ベストパートナーズかかってるのか、これ間違ってですね、ごめんなさい。ベストパートナーズとジロケン外人部隊、ベストパートナーズとジロケン外人部隊、じゃんけんで 1P2P。終わった。はい、じゃあ先方を決めてサクッとお願いします。次の試合も、言っときましょうね。そしたら、あれ？あ、今どこやってんだっけ？ジロ。
今がこれチョコ FC が負けたんだよね、うん、でこれからジロケンとジロケンとベストパートナーズ、ここからね、はい、残ってる試合がジロケンが自分、永田正月 VS 魔王チームで、次が小高サッシヒロヤンとヨガユーギ、ゆうべが野口博士チームで、勝負的藤見とデッドデビルズですね。想像のバタヤンガエルと伊藤 DJ ですね。バタヤンがいい感じ、中中で寄せ付けない。ソニックの下をくぐり抜けてくる。これを投げに行った。さあ伊藤 DJ がまず1本、バタヤンが、おお、スライディングは、おお、これを投げた。バタヤン画面端中キック前に出る、ここ落ち着く。あー、中こかされてスライディング寄った、いいところまで行ったが、バタヤン敗れて、ここは KKY でしょうね。あれ？なるほど、なるほど。人間力で戦う。さあ、これはまあある意味キャラかぶせですよね。人間的なキャラかぶせね。間違いない。これかぶせてるわ、完全に。いや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 、そういうゲームじゃねえから、これなんだよ。あ、人間キャラかぶせあるんだ、このゲーム。人間かぶせあんだ、すげえな。そこでジャックナイフ、お見て、確かにそう言わざるを得ない。さあ伊藤がここで掴んだ、ワンチャン、うわ来た、あーっと投げ、ワンチャンあったな、これ世界中が応援。すらしかし倒れず、これは来てる、これ来てるぞ、あともう一回だ。中輝くん冷静に伊藤が前さえ離れりゃ OK。 さあこうなると永田正月も何かあるかと思ったがいやー、一本目が熱すぎた観客から熱いだ、もう冒険さんが。KKY、 さあ人間かぶせの後はキャラかぶせ。伊藤に苦難が襲いかかる。なるほど、ある意味キャラ、人間かぶせ。KKY する、 KKY が、ああ、ヨガファイヤー、 KKY ヨガファイヤー投げられ、
KKY シャーミンパンチからの浜バリア、 KKY バリア、さあ KKY がヨガファイヤーで押していき、伊藤が受ける、あー最後は KKY タッチキョーキック、 KKY ドリル、 KKY2 ヒット、おー、KKY こかされて、 KKY、 ここは KKY、 あーっと後がない、確かにあっさりいったぞ相打ち、 KKY がここは投げた、伊藤が前に出る、やらせない、さあ KKY ここからどうする、ジャックナイフ呼んでいた、おお互い我慢、 KKY シャーパン、 KKY この KKY の挙動が全て世界に配信されている、見ているぞ、伊藤のスライディング刺さる、伊藤が頑張った、頑張った、KKY 頑張った、さあ KKY お通夜です、今のこっからあの一大進行でサクサク進んでいくんで、皆様お手洗いと今のうちに、 KKY テレポート、くっ、ここはイズナードロップ投げられーの、 KKY がまだいける、まだいけるぞ、あーここはやらせない、最後はローリングピッチさん、あーローリングイズナードロップ、やばいやばい、 KKY ですね、いやまだまだ KKY は死んでいない、全世界100万スト2ファンの魂を今ここに、なんとか俺たちの思いを決勝まで届けてくれ KKY、 おー行った、 KKY、 KKY のドリル、 KKY のチョップ、そして KKY のテレポート、まだいける、まだいける、まあ、どうしようもないと、いやいけるぞ、おおいける、あー相打ち、いやーいやー負けて悔いなし KKY、 ありがとうございました、いやー作戦がこれやっぱりおかしかったんじゃねえかな、はい、したら次は純正小高弘也さしとヨガ遊戯ゆうべが野口博士、はい、純正チーム、純正チーム小高さし弘也、ヨガ遊戯ゆうべが野口博士、そして、次があれですね、超無敵不死身とレッドデビルズなんで用意はお願いします、用意しといてください、あ、買えるんですけど俺値段とか知らないんだな、ごめんね、松野さん、はい、ありがとうございます、こっち、はい、じゃあ14、ディスク1とディスク2です、あ、表裏に入ってる、表裏、はい、はい、ありがとうございます、さあ、もう次ですね、レッドデビルと超無敵不死身決めといてくださいね、あの時間ちょっと押してるんでごめんなさいね、超無敵不死身とレッドデビルズは、決めといてください、次が、今純正とヨガ遊戯です、はい、純正とヨガ遊戯、
はい、レッドデビルズと超無敵不死身は決めといてください。純正とヨガ遊戯、そろそろ、選択の方お願いします。小高、サッシー、ヒロヤン、ゆうべが野口博士。じゃんけんは終わってるんですか？もうじゃんけん終わってますか？終わってるっぽいですね。席分かれてますね。そろそろ決めてください。あ、これまだあります。さあ、もう決めてくださいね。さあ決まったようです。はい、じゃあスタートボタン押しちゃってください。さあスタートした感じですね。初っ端、はい、博士みたいですね。博士と小高、博士小高、いきなり外れ引きましたね。そうですね。さあ小高に声援が集まる。しかしこのある意味虐殺ですが、でもここは小高の人間力に期待、ある意味非常に面白い戦いとも言えます。さあ小高前に出て、博士がドリルヘッド、集中トレイン、インフェルノ一発で、これはいい感じだ。チクチクダルシムスイープ、あーしかし大パン。博士がぶれない。しかしヨガフレーム、ヨガファイヤーと、さあ対空落として、ここは小高が前に出れない。おっとソバット、いい感じ、王様来た。ここからダルシム硬い。おー、ムエタイで両方暮らした。ヨガフレーム、あのヨガフレーム命がけだよ。さあ小高インフェルノ残った。あー小高最後はソニック、人間かぶせっていう新しいなんか戦い方が出てきた。キャラを超越する人間かぶせ。サッシが出た。サッシがまず投げる。おお、波動踏みつけて鎖骨を投げた。うおほほ、これが入るのか。博士が落ち着きすぎている。真空はどこだ。ここで真空、問題ない。博士テレポート、おーここは、おー、あの技は、あの技はヨガブラザー。うおー、今日のスペ、これは痛い。うおー、昇竜入る。サッシ鎖骨から、しかしやらせない。その後はさあ次と、うおー今日、今度はホンダインフェルノ、おー2回の大ゴスから、しかし博士動じない。博士が押され気味、ヨガファイヤー
さあ前がここまではいいぞ。どう？ファイヤーハード博士が2回おさあ前の詰め方サッシがこれは見ていた。うわーどうする。スリーヒットサッシが倒す。これが人間かぶせ。これがさあ野口が出たぞ。野口、野口バルドズ。サッシが先制しているが野口が流れを持ってこようとしている。ファイヤーこかせて昇龍。これは野口見ている。お互い相打ちで緩い竜巻。昇龍しかしさあ野口がまず1本。お互い中堅鎖骨ファイヤー。これはイズナドロップで、これはバルセロナがきつすぎる。鎖骨まだある。もう一回鎖骨鎖骨鎖骨。さあ前を見ている。野口も迂闊にはいかない。おちょっとあった。これはスラを刺して、おっ相打ち。まだわからん。野口逆ガードを刺して、さあ前が最後はクローできた。いやー四季さんもたけてますね。さあヒロヤンだ。心は最後ヒロヤン完全にはめ殺すのか。 S で来ている。現状全一フォーク高いジュッとテラー。もう捕まえなかしなんだけど、まず捕まえなかしなんだよな。おっとなんとここはノブチ死んだか。いた回るちょっとバクテン逃げられて、あれを掴むのかよ。あ、勝った。おっ抜けたぞ野口が。爪わーここで KKY ロリーズナドロップ。あー最後はスカイハイクロー。お、こかした。さあ、トマホーク。お、投げた。今のちょっと高かったんじゃないのか。この間合いの詰まり方がやばい。野口がじわりじわりと領域を前に持っていく。さあ、ヒロヤン何を考える。この体力リードをキープできなかった。あー来た。バレてんだよと。高い。さあ残りの時間でつなぐ。ヒロヤンがつなぐ。コンドルナイフが刺さった。さあ
ゆうめら、これは来るか。ヒロヤンがつなげている。まずしゃがみ弱、しかしゆうべがも立ち強を刺した。お互いの間合い取り、ここは最高。しゃがみ中を置いて中京都、なあ当たらない間合いを完全に見切っている。さあうまくダブルニーで反対側、うめ、ヒロヤンが前に、なかなかここで当たった、当たっちゃったか。おお投げ返した。さあもうワンチャンあるのか。あ、ここは時間が最高。さあヒロヤンが追い詰められて、ユーベガがリーチ、タッチを投げる、大胆、強気だな。これも投げる、ヒロヤンが押されているぞ。ああ最後ユーベがそのまま歩いて投げた。望みはつながらなかった。惜しくも敗れる純正チーム。さあ準決勝最終試合ということで、レッドデビルズと超無敵富士見もう決まってると思いますので、始めちゃってください。はいはい、超無敵不死身とレッドデビルズ。いやさっき早々に3盾食らって悔しいな。あ、想像超強い、すごかったっすね。クラピョン惜しかったんだよな、うん、あれは来てました、想像エロ。クラピョンもクラピョン1、2か1本取ってラウンド3でシーンで、俺も1本取ってシーンで、で、タマちゃんも頑張ったんだけど、きつい。まずはレッドデビルズ赤ブラ、そして超無敵不死身は、ユキ赤ブラ。おお、ピヨッタ、まさかのリバーラン。大抜きがここからだよ。いやここから逆転負けしたらきついな。大抜きが押している。あー、さすがにやらせない。だいぶ体力削られたが、それでも勝った。赤ブラが前を見ている。前に出る。大抜きが攻められている。おお、全部持ってく。さあ残りわずか。一瞬にして水の泡になった。そうですね、ブランカの攻めが一瞬にして。お、これはお互いが飛行踏ませた。飛行拳、飛行拳また踏ませて。さあ赤ブラが前にどうやって出る。飛行拳がちょっとおかぶ奪われた感が。出たぞ、ここだ、逆、あっと、しかしここでやられまして、
創造フェロン。さあ、さっき三立て見せた創造フェロンがいよいよ映像的にお目見え。遠慮がない。支援投げる。ここはあー創造強し。お投げた。大抜きもやられない。さあ半分飛行券。あーここはお釣りが戦列。11あー想像が来た。投げてここだ。さあ大抜きが寄せ付けない。想像が破れ最後はベビーナインホンダ。火炎臭で落とす。おお客観からの張り手まで。これはテンション待っていた。さあ飛行券ゲージはたまって飛行券飛行券。おっどこで前に出ればいいのか。ベビーナインがだいぶ厳しい。前に出ようとするがいけない。飛行券三立てリーチと大抜き。飛行券踏ませた。前に出たぞ。あーと火炎臭下にも当たる当たる。張り手あスーパーズスキア飛び越えられた。落としの火炎臭。さあ大抜きが鉄壁の守り。これは厳しい。どこかでそろそろ欲しいが戦列で全部削り切った。勝ったのは超無敵富士見。さあ4強出揃いましたね。いやもう決勝まで行っちゃいましょう。はい、じゃあ次が次はあれですね、もう満を持して登場ですね。コモダジャパン VS ベストパートナーズ。あ、兄健さんが音投げない。ヨガ遊戯、ヨガ遊戯と超無敵不死身は用意はお願いしますね。準備しといてください。はい、ベストパートナーズはもういるのかな？いるね。で、コモダジャパン、サソリ、コモダブランカ、クスモンド、3人いますね。じゃあじゃんけんして 1P2P サクッと決めて、サクッと決めちゃいましょう。じゃあ次の超無敵不死身とあとどこだっけ、ヨガ遊戯、あヨガ遊戯か。もうじゃんけんしといてくださいね。無敵式抜きとゆうべが野口博士ももうじゃんけんしておいて 1P じゃなかった 1P2P と先方キャラもう決めといてくださいね。
さあ、いよいよ4強出揃ってのベストパートナーズも決まってる？決まってる。ベストパートナーズはもう先方決まってるそうです。コモダジャパンがまだと残っているのはコモダジャパン、ベストパートナーズ、ヨガ遊戯、超無敵不死身、4チーム。コモダジャパンが、コモダ、クスモンド、サソリ、それからベストパートナーズがフタちゃん、伊藤真央、ヨガ遊戯はユーベガ野口博士、超無敵不死身が無手式抜きと。さあ決まったようです。はい、じゃあ座って始めちゃいましょう。 準決勝第1試合、ワンピー側コモダジャパン、サソリ、先方サソリ、ツーピー側にベストパートナーズ、先方マオ、マオからスタート。マオスタート、さあ始まった。まずはマオがバルセロナ、わかんねえバルセロナで、お来たぞサソリ、チューチューファイヤーと勝利、座れたっていった、チューゴスサコツと投げろ。勝利からテン、勝利からテラ、これは痛い。で、わかんねえバルセロナで、ね、裏から昇竜拳落とした。さあこっからこれはガード、ファイヤーハードと投げられて、投げられると、まずサソリが、じゃあまた残機ステージってのがまずいっすね、ちょっとね。確かにスピードが速いんで、より一層バルドグが、サソリが敗れて、クスモンド見たいし、クスモンド新旧エボ、あ、これあれですね、3年、2年前のエボを思い出しますね。エボ対決、はい、クスモンドが前にじわ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 出ている、おっと止めている、止めている、止めて、ジャッカーから削って、おお、ここを止めるか、話一応失敗したのか。さあクスモンドが、おっとスライディー食らってくれた、これは待ってた、あーっと今のミスが痛いんじゃないのか、こちらで、あーだいぶ投げ、あーそのまま投げてきた、最後からジャンプ投げ、残機ステージがゆえに、ナックスモンドがつらくなって、バルセロナ張り手出すが、これは大きかった、そこから逃げた、バルブが無敵技いっぱい持ってずるいですね。スリヒット、これをたまらず投げて受け身取れなかった、なかなか厳しい、これはサソリ、クスモンドとこのまま負けてしまうとコモナブランカのリベンジゲージが、さあ来たぞと、そのままこれは持っていった、男を見せるクスモンド、さあこれはどうする、そのままいった、おいちょ、あおっと再開して、おっとあれは取れなかったか、水長め汚ねえな、これからこれね、最後はあーそのまま投げてきた、ずーずーしい、ずーずーしい、ジャンプ大パンから歩いて投げと、ほんこんなに対してそれいくかね、いや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 、こんなに対していくかね、ワ
ということで、マオ、エボチャンプ、小村ジャパン、マオがジャパンが大将見立てして、小村さんがこれ、ウルトラコンボゲージもマックスですよ。かなり怒ってます。とテラー食らって、うわーテラーテラー、バルセロナは食らって、コモナがシャガダイク、何に食らった今シャガダイ、うわーシャガチュースカシ、ここでリーチがかかる。食らっての、うわーが出て、お釣りもらって一点シャガダイ、だいぶ痛い。スラ差し込まれた。さあ、マオは打っている、爪を振りつつ、コモダ様子を見ているぞ。リバランバックステ、今ですね、コモダブランカの力を貯めているってやつですね。そうですね、キラースコープ状態です。あー、背中投げまだ残っている。おっ、さあストーリングで打ちて、ここで当たる、逆ってる、何を当ててまくったんだ。あー、待ってましたと、強引にコモダブランカ逆転。さあ、これコモダさん怒ってるよ、相当ゲージ溜まってますね。で、なくなって、ここまではラウンド1と同じ投げ、うわ投げた、電気で、チャンチャララチャチャチャララララ。さあ、おーっと、ローリングスーカネ、早爪が、早爪がローリング吸ってたよ今。バーチカル吸うかね、うわあれはどうにも、いやバーチカル吸っちゃやべえだろイズナで。あのどっちでも OK 的なのがすごいな。いやーいやー、勝ったのはベストパートナーズ。いやー今のはないな。何がベストパートナーズだよ、バッドフレンズだろこんなのみたいな。あ、20ということで勝ってしまった。